どん Hey guys, マイ n ー m e is わさもんないひとゆみいち改めまして推しがすぐ死ぬ男わさもんですよろしくお願いしますえー、今回はですね、えー、もう秋アニメがねちらほら始まりつつあるので、えー、スケジュールを、えー、確定しましたそして、えー、見ていく作品も決まったんでえー、っと一度なんだっけそれを、えー 書いとこうかなと思ったので動画を撮り始めましたでえー、早速なんですがねまずどういう順番で見ていくか12345678910111213秋アニメ13作品ですねで、えー、日曜日から順番にえー、日曜日先輩がうざい後輩の話 日曜日はこれ一つ。で、えー、月曜日、見える子ちゃん。で、えー、月曜日も一つですね。で、えー、火曜日が一個増えて、えー、逆転世界の電池少女と、えー、進化の実の、えー、二作品です。で、えー、水曜日が一番多くって、えー、プラオレで、えー、真の仲間あの、スローライフのやつ。 と、えー、暗殺貴族。で、えー、ディープインサニティ。4作品ですね、水曜日が。で、えー、木曜日が、えー、作願。で、えぇ、ー、コミさんはコミュ障です。の2作品。で、えー、金曜日がセレプロ。アイドルものだったかな、これは。で、えー、土曜日が、えぇ、ー、魔王イブロギアに身を捧げよ。 とえー、ブルーピリオドの2作品で合計が13かな12345678910111121313作品ですで、えー、これに秋から継続になってる月曜日の「リメイン」で火曜日の「ラブライブスーパースター」で金曜日の、えー「白い砂のアクアトープ」合計で16作品 になります。まあ、でも、ただ、いかんせん多いんで、多分、切るやつは出てくるかなと思って。見るのが確定。うん、違う。切りそうなのが、えー、逆転世界の電池少女。えー、暗殺貴族。ディープインサニティ。 とえー、魔王イブロギアかな4作品。あのー、魔王イブロギアに関しては、久しぶりの BL 枠で見たいなーっていうのはあったんですけど、あの、Kindle だったかなあの、YouTube でも公開されてるやつ。あのー、金髪の BL で、あのー、チャンネル停止になったんで、ちょっとそれ怖いなーって思うのがあって、多分これちょっと短めの尺なのかな。 とも思うんでちょっと厳しいいかなと思いますねで暗殺貴族はなんかよく分かってない面白いのかなどうかなーって感じでで「逆転世界の電池少女」はタイトルで気になってるけどもうこれは見てみないとちょっとなって感じで「ディープ・イン・サニティは」はんかゲームが元なのかなっていう作品なんでゲームやってないから うん、ちょっと厳しいかなっていう面もありますね。あー違う、一番大事なやつ言ってねえじゃん。鬼滅だよ、鬼滅。鬼滅がですね、えー、月曜日ですね。月曜日に鬼滅があります。14か。で、継続合わせて17かな。そんな感じです。いや、おい。<laughs> 多いな多分切る特に水曜日だな「真の仲間のスローライフ」はなどうだろうなこうやって見ると癒し枠がないんだよな進化の実とか完全にエッチなやつだからな多分まあでもこんな感じです <laughs> まあね秋アニメでもえー、周りを気にせず 自分が見見たたいい作品を見たい時にでまあできればっていう感じですけどまあね最速で出せるやつはちょっと気合い入れて最速でやっていきたいなっていうのと「鬼滅」に関してはこれ段ボールをちょっと外そうかなと思っててそんな感じじゃないですかね。まあ他にもまあなんか皆さんが見る中であのあれが面白いとか。 これも面白いよとかがあればねまあ気になってたら見ようかなとは思ってるんでまあよろしければコメントの方もよろしくお願いしますまあ本当に、えー、無理のない範囲で、はい、ええー、十中八句切る作品は出てくると思いますが <laughs> ま切らなかったら切らなかったでね継続はしようかなと思ってるんですけどでえっ、ー、と相変わらずあの過去作品に関しては 見てていこうかなと思ってますね今現在はウマ娘見直してるんですよね。2期の再放送があるから、ちょっとそれに合わせて動画上げとこうと思ってたんで。うーん、あとはなんかあんのかな。金曜ロードショーだったかなんだかで、ヴァイオレット・エヴァーガーデンが11月にあるんで。 まあね、それはもう出してるんで、そのままでいいかなーとは思ってるんですけど、えっと、あと10月13日に劇場版の DVD が一応届く予定にはなってるんで、まあその動画はあげようかなと思っております。何秒かな秋か。今ずっと気になってんの、まだ軽音見れてないから、軽音見ようかなとか思ってるけど、 なんか、秋っぽいやつがあれば、秋っぽいやつでも見ようかなって。あ,あと、シンフォギアとかも見たいなと思って。秋じゃないけど <laughs>。まあ、そんなもんじゃないですかね。はい、まあ、今後も、ゆるゆるだらだらとやっていきます。相変わらず段ボールです。段ボールを外すのは、多分、鬼滅だけになるかな。まあ、それ以外のやつはね、各配信サイトでねできれ、できるだけ最速のやつで見ていこうと思ってるんで。 えまあこれからもよろしくお願いしますそしてねあの概要欄の方にも一応書いておきますなんでまあなんかおなんか面白そうじゃんこの作品っていうのがあったらねぜひ、まあ、チェックしていただいてアニメはいいぞということでね皆さんも一緒に見ていきましょうねでえー、まあ最後になりましたがあのー、まだねチャンネル登録をしてない方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします毎日ね 動画上げてるんでぜひよろしくお願いしますそしてねツイッターもやってるんでツイッターのフォローもお待ちしておりますよろしくお願いしますさあ秋アニメこそ推しを死なせないでいきたいと思いますんでよろしくお願いしますそれではえー、以上秋アニメのタイムスケジュールでしたありがとうございましただねー